こんばんは。モヒカンダイナソーさん、こんばんは。モトさん、やあ、こんばんは。N164 さん、良いお年を、良いお年を。はるさん、こんばんは。こんばんは。コアドリさん、こんばんは。こんばんは。ヒョウさん、こんばんは。ヨシタルさん、こんばんは。エンちゃんさん、こんばんは。コフクスさん、こんばんは。ユウスケさん、イケちゃん、こんばんは。こんばんは。津田ひろふみさん、こんばんは。むっちゃんさん、こんばんは。池田ちゃん、こんばんは。オーディオさん、こんばんは。ソリオさん、こんばんは。センスゼロさん、ゲーちゃん、こんばんは。年末、そうですね、今日で2019年最後ですね。青空さん、こんばんは。こんばんは。マスオ池団地さんこんばんは。ありがとうございます。皆さん、あれ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 、インナミさん、こんばんは。ミキミキさん、こんばんは。ハルさん、配信ありがとう。こちらこそ皆さん来てくださってありがとうございます。本当にもう年末なんです。あ、ゆーちゃんだ。年末も好みタイプです。ゆきめさん、ありがとうございます。来てくださって。 N164 さん、ガキツカ、あ、ガキツカはあのあれです、録画してます。でも紅白も録画したいから、さっき途中までガキツカを録画して、今さっきあの紅白に変えました。でまた紅白が終わったらまたガキツカみたいな感じでエイサックさん、ばんは。こんばんは。原田さん、おかえりなさい。お疲れ様です。こんばんは。タカボン池田さん、ありがとうございます。こんばんは。むっちゃんさん、今日も可愛いってありがとうございます。キヨ兄さん、こんばんは。メーテルリンクさん、こんばんは。トールさん、2、3日前に初めて見て気になってしまったのでまた見に来ました。トールさん、ありがとうございます。嬉しいです。ちょっと嬉しい。ポテポテさん、こんばんは。こんばんは。岩沢さん、ありがとうございます。来てくださって、こんばんは。モヒカンのダイナソーさん、お仕事終わったので間に合いました。よかったです。そう、今日ちょっと配信時間ちょっとね変えてたんですけど、すいません。皆さん、ラウリさん、ゆらちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日の顔面お顔はいいですねゆうすけさん、ありがとうございます。こふくさん、はじめまして、フォローしました。これからもうよろしくです。こふくさん、ありがとうございます。よろしくお願いします。 ST48 2期研究生の池田ちゃんこと池田ゆらです。ゆうとさん、やっほーやっほー、こんばんは。まこっちゃん、こんばんは。きのうぶりだ。こんばんは、まこっちゃん、ありがとうございます。あ、けいおんさん、何日かぶり、お久しぶりです。こんばんは、ありがとうございます。さっき年越しそば食べました。さっき食べたんですか。ゆうとさん、また昨日来れんかったって。いや、もう全然気にせんでください、大丈夫です。ありがとうございます、今日来てくださって。まそさん、50カウント完了。50カウント、マスオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、なんか、うん、あ、ともあきさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日広島県北は、え、雪が降ったんですか。そうなんですか。私の地域はそんな、別に普通に晴れみたいな感じの天気でしたよ。紅白見ながら、そう、めっちゃ私もね紅白ね見たいんですけどね。そう、でも配信終わったら、あの配信終わったらあれです、録画したやつを見るんで。そう、だから録画しました。そう、
なかなか来れんくてごめんねって。もう慶応さん大丈夫ですよ、ありがとうございます。今日来てくださって、今日は2019年最後の配信なんですけど吉井ワンさん初見です、よろしくお願いします。吉井ワンさんこんばんは、ありがとうございます、ありがとうございます。吉井ワンさん ST48 2期研究生の池田由良です、池田ちゃんと覚えてください。ヨーポンさんこんばんは、ありがとうございます。残念、初日から今日までね配信せん日があったんやな。あ、こんばん、え、配信してない日ありますか、私あるかな、あ、あのあれかな、お披露目の日からだったから、お披露目の初日からだったから、私お披露目の初日の日あのあれだったんですよ、9時までしかできなくて、あのもともと9時までしかできなくて、8時ぐらいに公演が終わって、そっからそうできなくて、その日かな多分、うん、すいません。たかぼんさんハート100個投げたよ、ありがとうございます。たかぼんさんありがとうございます、嬉しいです、めっちゃありがとうございます。 N164 さん50カウント完了、50カウントありがとうございます。 N164 さんありがとうございます。うん、たかぼんさんハート500個、嬉しい、500個、ありがとうございます、ありがとうございます。映画この世界のさらにいくつもの片隅に見ましたか、え、見てないです、見たことないです、見てみたいです。見てみたい、それ、え、今やってるんですかその映画は。今やってるんですかね、今ガキつかみながら視聴中やっぱテレビ見ますよね、やっぱり大晦日は。そう、友明さん50池田ちゃん完了、友明さん50池田ちゃんありがとうございます、嬉しい、めっちゃ嬉しい。黒猫山田さん池ちゃんこんばんは、黒猫山田さんこんばんは、ありがとうございます。ゆうとさん次日向坂だね、日向坂私も見たいんですよ、見たいから。見たいからちょっと楽しみにしておきますえ、日向坂来た、え、見たい、もうめっちゃ見たい、めっちゃ見たい、めっちゃ見たいです。可愛いですよね、皆さん見てますか、今私の配信を見てくださってる方テレビつけてますかね。50カウント完了、原田さんありがとうございます。50カウント、ゆらっちこんばんは、かずひろ48さんこんばんは、今日もありがとうございます。今日もかわいいねってありがとうございます。と、こうへいさん池田ちゃんを推していますよ、ありがとうございます。こうへいさん大阪府からこんばんは、こんばんは大阪からありがとうございます。ゆらっち今から日向、え、もうめっちゃ見たい、めっちゃ見たいです。ベミホさん50池団地慶応さんありがとうございます、あ、慶応さんも池団地ありがとうございます、嬉しいです、書いていただいてありがとうございます。50カウント完了なら次の配信から毎日やる、あ、そうなんですね、頑張ります、ありがとうございます。大村さん日向坂来たって見たいですよ、でも私後で見るので
映画は今やってますよ。戦争中の広島市や呉市が、あ、そうなんです。あ、アニメなんですね。見てみたい。見てみます。ありがとうございます。見てるよ、紅白もゆらちもって。ありがとうございます。紅白もね、見たいです。私、終わったら見るので。のむのむさん、キュンキュン、あ、キュンキュン。キュンキュンしてるんで。日向坂とか小籔ソニックで生で見、あ、そうなんですね。 N164 さんめっちゃ羨ましい。私あの全然会ったことないので、会ったことないんで会ってみたいです。夜15分でも構わないんで、毎日アイドル100日をまず目指す。頑張ります、頑張ります。今年からオタク始めたから紅白見、あ、そうなんですね、まこっちゃんさん、そうなんですね。でも私も紅白見出したの、でも中小学校の時は多分ずっとガキツカばっかで見てなかったんですけど、中学生ぐらいの時から私もちゃんと紅白見るようになったかもしれない。なんかそう、そうですね。うん。なんかもうちっちゃい頃とかはもう年末って言ったらガキツカしかないって思ってたからずっとガキツカばっか見てたんですけど。のむのむさんかわいい、ありがとうございます。のむのむさん嬉しいです。和弘さん、広島のクチキを何枚申し込んだら嬉しい。もうあの和弘さんもあのもう1枚で来てくださるだけでも嬉しいんですけど、はい、ぜひいっぱい会いに来てくださったら嬉しいです1枚でも全然本当にもう会いに来てくださるだけで本当に皆さん嬉しいんですけど、はい、たくさん会いに来てくれたら結構嬉しいですね嬉しいです、会いに来てください。ゆきめさん、年越しそばをもう食べた、あ、年越しそば食べました、食べました。年越しそば、年越しそばってどのタイミングで食べたらいいんですか？年を越す前ですか、それともなる直前ですか、それともなった後です直後ですか、わかんない。でも私食べましたよ、なんか食べました。朝じゃない、朝じゃない、昼ご飯で食べたそう、50カウントダウンですか、関大の総さん。100日やったらエプリルフールで達成することになるかな、頑張ります。4月ですね。のっぴーさん、こんばんは、こんばんは。のっぴーさん今日もありがとうございます。和弘さん了解しました、帰るだけ申し込むってありがとうございます。和弘さん、どっちに来てくださいますか、あのこっちの、あの見えるかな、これ2月11日の広島市中小企業会館の握手会か、こっちのイオンモール、ああれですか、三都市じゃないです、え、個別握手会ですか。ありがとうございます、ありがとうございます。和弘さん、まずは100日からコツコツ積み重ねれば自然とファンも増えていく、頑張ります、頑張ります、ありがとうございます。
原田さん、池田ちゃんにとって今年はどんな年だった？今年はですね、やっぱりなんかめっちゃ早かったです今年なんか過ぎるのが いつも早い、あの毎年早いなとは思ってるんですけど、なんか今年はもう特に早くて、まあ、今年本当に早すぎました。だってあの何ですか、めっちゃ早かったです今年は本当に。なんかいろいろたくさん行事っていうか、行事っていうか、なんていうんですか、いろいろ、あの今年は2期研究生になった慣れた年でもあるし、あの高校生になった年でもあるし、初めてショールームやった年でもあるし、早かったです。なんかいろいろ今年は早かったです。とってもインナミさん、ハート100個ありがとうございます。ゆきみさん、家族で紅白を見ながら年越しそばを食べてました。いいですね、ゆきみさん、いいですね。あ、今日の昼がベストなんですね。そうなんですね。でも年越しそば、そうなんですね。夜、まあそうですよね、やっぱ31日に食べるもんなのかな、わかんない。とりあえず始業式は最低かし、でもどうなんだろう。でも監視枠出たら本当にめっちゃもう泣くほど嬉しいんですけど、難しいところですね。私なんか今監視枠出るっていう自信がまだないので、自分に、そうですね、もうなった感触出たら嬉しいんですけど、めっちゃ本当に嬉しいんですけど、でも自信がなくて今、そう、感触出る自信がなくて、そう、誕生日なんですけどね、いやもうちょっと難しいですね和弘さん、広島だ、ありがとうございます。もう全然本当に嬉しいです。もう私の地元なので広島、ありがとうございます。待ってます、和弘48さん、待ってます、ありがとうございます。本当に春さん、いけちゃん、癒される声ですね、ルックス持って、嬉しいです。春さん、ありがとうございますみこちゃん、やっほやっほ、ありがとうございます。みこちゃん、もういつも、もう何回やってるんだろう私ショールーム、もう毎回、もう最初の私のオーディションの時の配信からみこちゃん来てくれてありがとう。もう今年は終わります、終わりますね、ありがとう。もういきなりメイク配信始まる、いや普通にあのなんか口の色なんかないなと思って、なんかそう始業式はユラの誕生日1枚でも構わないんでおめでとう言いに行ってあげた、ありがとうございます。慶応さん、ありがとうございます。正直ユラッチが ST のメンバーじゃなかったグループか、そうなんですか。和弘さん、ありがとうございます、ありがとうございます。
まめっちさん、いいお年を、いいお年を、ありがとうございます。まめっちさん、ひらほてぃたさん、本当にメンバーになってくれてありがとうね。できるだけ応援するともありがとうございます。本当にもうありがとうございます。ありがとうございます。次の握手券は、あ、ゆきめさん、ありがとうございます。キムさん、ありがとうございます。そう、いつもなんかテロップ書くの忘れちゃうんで。そうなんイケちゃん、イケちゃんの誕生日だからできるだけできる限り貢献したいです。ありがとうございます。青空さん、嬉しいです。ありがとうございます。シティにイラちゃんが入ってくれてありがとう。こちらこそありがとうございます。ヨシタルさん、ありがとうございます。キメさん、ありがとうございまして、はい、本当にもうありがとうございます。始まったばっかりなんで、すごいつけていけば大丈夫。頑張ります、頑張ります。うん、コーヒーさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。これはコーヒーと読んでいいのか、コーヒーと読んでいいのか、うん発音がちょっとてつたけださん、今来た、ありがとうございます。いつも来てくださってありがとうございます。星集め&カウント終わったゆうとくさん、ゆうとさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。いつも松津さん、池田ちゃんに元気をもらいました、ありがとうねって。松津さん、ありがとうございます。こちらこそ本当にもうありがとうございます。明日からモバメ撮るねって、吉田さん、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。こんばんは、はじめまして、来年の活動見させていただきます。どっこい大作さん、合ってますか。こんばんは、ありがとうございます、来てくださって。ありがとうございます。 ST48 2期研究生の池田ゆらです。池田ちゃんと覚えてください。読んだかな、ヨシタルさん、読んだっけ。明日からモバメ、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。5枚目できっちり全日程完勝を下せるようにできることをやりましょう。しっかり競うため応援する。ありがとうございます、KO さん。
ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ゆらちゃんのルックスと歌声だったらこれからファンが増えていくよ。ゆうとさん本当ですか。もう頑張ります。ありがとう。ゆうとさん池団地嬉しい。ゆうとさんありがとうございます。やった嬉しい。めっちゃ嬉しいです。ぜひ会いに来てください。こんばんは。今からでもゆらちゃん応援させてください。にゃんころさん嬉しいです。応援お願いします。もうあのあれです、あの来年はあの握手会も始まりますし、あと二期生公演もまだわかんないんですけど、メンバーとかはわかんないんですけどあるし、あと2期研究生全員であのカップリング曲をそう歌わせていただくっていう、もうすごいたくさん本当にあってめっちゃありがたいんですけど、頑張ります。はい、頑張ります。来年ぜひ応援お願いします。にゃんころさん和弘さん、ゆらち大好き大好きだよ。ありがとうございます。和弘さん私も大好きです。ラインさん、はじめまして、フォローしました。ラインさんありがとうございます。はじめまして、 STU48 2期研究生の池田ゆらです。池田ちゃんって覚えてください。2期生公演が楽しみです。そう、私も、まだ出れるかわかんないんですけど、頑張ります。頑張ります。こっそり池団地つけてみたありがとうございます。ゆうとくん、ゆうとくん、あってもらうか、ゆうとさんありがとうございます。さん、僕の太陽公園は見に行ってみようと思う。そう、僕の太陽公園なんで、そう、私はまだわかんないんですけど、そのメンバーに選ばれるかすごい不安ですけど、でも頑張ります。頑張ります。はじめまして、ゆうらともっちです。ともっちさんこんばんは。ありがとうございます。はじめまして、 STU48 日研究生の池田ゆらです。池田ちゃんって覚えてください。宮本さん、ゆらちゃんのショールームフォローしたよ。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。 STU48 日記研究生の池田ゆらです。よかったら、あ、池田ちゃんって呼んでください。日記生みんな歌うまいねって本当ですか。めっちゃ嬉しいです。え、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。研究生に与えられる楽曲はほとんど名曲ぞろい。いい曲ないといいね。もういい曲、あの頑張ります。本当に頑張ります。いい曲に、あの私たちがすごい、あれなんて言うんですか、大切に歌いたいと思います。
ゆらちゃんも歌もダンスもいけてるから日記一斉公演に出れないことはないと思う。でもまだわかんない。でも本当に選ばれるためにもう精一杯頑張りたいと思います。池田ちゃん広島握手会行くよ。嬉しいです。ともっちさん待ってます。ともっちですってぜひ教えてくださいぜひ教えてください。もう皆さん本当にあの教えていただきたいです。あのよろしければ教えていただきたいです。あの握手会あの来てくださった時に何々ですってぜひ言ってください。こんばんは。むーちゃんじゃなくてわらゆらちゃん、こんりゅうさん、こんりゅうさんこんばんは。こんりゅうさん来てくださってありがとうございます。来年私に会ったら会ってなってるはず、なると思いますなると思います。ゆっとさん来年受験生やけん会いに行けるの3年くらいかな。え、来年受験生なんですか、ゆっとさん。え、そうなんですか。今え高校生ですか、大学生、大学生は違うか、高校生。え、めっちゃ年近い高2ですか。じゃあ今高2かな、私高1だから一学年違いですね。近い、いい、すごいやった、ありがとうございます。ぜひ来てください。さんたちも会いに来てください。ゆらちゃんがありがとうございます。よしたるさん私も大好きです、ありがとうございます。頑張って池団地のみんなが応援してる。大丈夫さけおさんありがとうございます。皆さんもありがとうございます。青空さんだるま100個受け取って、嬉しいです。だるま100個ありがとう。あ、そうだ、だるま100個ありがとうございます。ちょっと野村チーム K さんこんばんは。こんばんは野村チーム K さん、今日もありがとうございます。了解です。はい、ともっちさんぜひぜひぜひ、ともっちですって言ってくださいKO さんそこは自信持って頑張れ、頑張ります頑張ります。もう名乗りませんってなんでですか N1643。でもあのあれです、お披露目じゃない、最終オーディションの最後のあの最後のお見送りなのかな、あれあのタッチのやつで、そうめっちゃあのもうずっと来てくださってたから、もうそう会えてもうめっちゃ嬉しかったですよ。もう本当に本当にもうめっちゃ、あ、なんかあの時に本当になんか、あ、ショールーム来てくださってる方にもう直接会えるのってもうこんなに嬉しいんだと思って、そうなんでもう言ってください。 N164 ですって皆さんも言ってください、名前。そしたらもうめっちゃ嬉しいです。本当にこんばんは、遅くなりました。ちょうちゃんさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。今日も来てくださって、握手会で名乗りますね。吉田さん待ってます、待ってますえ、どこやったっけ、あれあれ
ゆらちゃんの一個上よ。あ、そうなんですね、ゆうたさん。じゃあ近いですね。超近いです、超近いですね。DK に、 DK に男子高校生に2年生、超近いだ、もう超近いです。だったらゆらっち星集めてくれね。和弘さん、ありがとうございます。名乗らずこそっと握手会に行くってケイオンさん教えてくださいよ。握手会名札つけていくね。鉄武田さん、ありがとうございます。待ってます。じゃあ令和が終わるまでには、もう長いじゃないですか、それだったら。長いですよ、だって令和始まったばっかですよ本当に。稲見さん星投げパチパチ、稲見さんありがとうございます。星投げ、ゆきめさんも星投げてくださってありがとうございます。きょうさんお晩です。きょうさんこんばんは、ありがとうございます。今日はユラゴンボールがない、そうなんですよ、今日は自分の部屋でやってます。ドラゴンボールはちょっと今日はないんですけど。他のグループに友達、他のグループさんとまだお話ししたことないから、そうですね、いけやんちゃんこんばんは。ゆりにゃ推し、みなみゆりなちゃん推しなんですね。マリックさんこんばんは、ありがとうございます。そういけやんって呼ばれてるんで、唯一あのみなみからはいけやんって呼ばれてます。他の人からは呼ばれない。俺は名乗らんよわら、ぜひとも動画見てね。俺の名前検索し、そうなんですね、コンリュウさん YouTube されてるんですか。超年近いけさん付けが違和感。でもあれですよね、一応あの年あの学校っていうか、そのでも高2と高1なんで、まあ言って先輩です。先輩です。メンバーの中で仲がいいので、でも誰が一番とかじゃなくて、結構みんな仲いいんで、こんばんは、みやちゃんさんこんばんは、今日も来てくださってありがとうございます。ゆらちゃんこんばんは、ロンリーボーイさんこんばんは、こんばんは、今年最後のご挨拶に参りました。そうですね、今年最後ですね、ありがとうございます。
五十ゆらちゃん、ゆしたるさん、五十ゆらちゃん、ありがとうございます。唯一やったんやね、結構言われてるのかと思う。いやもうみなみだけですよ、みなみだけです。いけやんって、なんかその名前のなんかつけてもらったっていうかなんかいけやんって、なんかいけやん、なんか初めてぐらいに喋るときに、なんか初めて喋るときってなんかあれじゃん、なんか決めるじゃないですか、なんか何々って呼んでいいみたいな感じで、なんかそういう感じで、なんかあの何池田だから関西っぽく池やんって呼ぶねって言われて、そういうあの南は大阪出身だから、そう、それで池やんって呼ばれてます今年も48グループ全部の劇場に、すごいです。モヒカンの矢野草さんめっちゃすごい、それはすごいです。あー先輩呼びいいね、しっくりきますか。じゃあゆうと先輩でいいですかゆうと先輩、もうガチで学校じゃないですかそれ。ゆらって呼ぼうかな。もう何でも呼んでください。もうもうみなみみたいにイケアンでもいいしイケアンでもいいし、もうゆらちゃんでもいいし、ゆらでもいいし、池田ちゃんでもいいし、もう何でも呼んでください次に AKB 来る。もう絶対見ます、終わったら配信。皆さん見てますか今。来年の目標は選抜、もうわか、でも選抜、なんか目標に向かってもうコツコツ自分にできることを頑張っていきます。そう、大きな目標に向かってコツコツ頑張っていきたいと思います。AKB の先輩で好きな人、でももう何ですかね、でも本当にもう可愛いし綺麗な方とかもたくさん、尊敬する方たくさんいるから、でも一人って決められないですね、難しい。ゆうなちゃんのショールームか、ゆうなちゃんのショールームから来たんですね、ありがとうございます。カウスさん、ごとっくまさんはじめまして、こんばんは。ごとっくまさんこんばんは、はじめまして。 ST48 日研究生の池田ゆらです。池田ちゃんって覚えてください。ゆしたるさんかわいい、ありがとうございます。ごとっくまさんにはぎもいかさんに文字に、嬉しいです。でももう全然あれ、あの恐縮ですコールいい気やんで言っちゃろうかなもう私それ多分パフォーマンス中聞こえたらもう笑っちゃう , 笑っちゃう。みなみと私だけが多分笑ってます、それだったら。髪型頭トゲトゲにしようかな、そんな人どう。全然いいと思いますよ、ヨッシーさん。
自分の好きな髪型をするのが一番ですね。もうあれですよ、自分の好きなあれをした方が一番、いいと思います。超絶かわいいイケヤン、案外悪くないかもしれない。じゃあイケヤンかイケちゃんとかでお願いします。イケヤンいいよね。そう、なんかイケヤンじゃなくてイケヤンって言われるんですよ。なんかもう ガチ関西弁みたいな感じで。イケヤンさみたいな、イケヤンご飯食べたみたいな、そんな感じで、そう言われるんですよ。宮本さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ユミリ出て、あ、滝野さん今日出てらっしゃいますね。あと千穂さんも岡田奈々さんも、すごいです。本当にまずは研究生公演で池田ちゃんを見たい。もう私も出れるように頑張ります。宮本さん元気ですか？元気です。元気ですよ。船長千穂さん、船長さん千穂さん、ゆみりんさん、本当にすごいです。陰ながらゆらちゃんを支えます。ありがとうございます。よしたるさんもいつもありがとうございます。もう皆さん本当に感謝です。もう今年1年、こんばんは、まえちゃんです。まえちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。ゆらさんだ、ゆらさんで、だいちゃんさんこんばんは。だいちゃんさんありがとうございます。イケアンって関西っぽいんかな、ようわからん。もうそれはでもみなみが言ってたんですよ。なんか関西っぽい感じでイケアンって呼ぶねって。あ、何々やんとか言うからかな、関西は。わかんないけど。ゆらさんのうちわはなんて読むんだろう。大ちゃんさん教えてください。ゆららと近所のスーパーの銭湯。そうなんですか。面白い。ゆうとさんなんで先輩にしてるんですか。先輩って呼んでいいんですか。じゃあ先輩先輩って呼ぶんですか。ゆうちゃん好きなバンドとか、バンドってじゃーんですよね。
今朝早朝に買い物をしてきて、年末年始の買い物できた思ってましたが、お菓子などの感触を忘れてました。わかります、めっちゃそれ。私も買い物今日行って、そうちょっとお菓子あんまり買ってないなと思って。やばい、くしゃみ出そう。はじめまして、こんばんは。奇跡の左足さん、こんばんは。ありがとうございます。はじめまして。ST48 2期研究生の池田ゆらです。池田ちゃんって覚えてください。とりあえず晩ご飯中なのでラジオ状態です。みやちゃんさん、ありがとうございます。星、集めてくるねって吉田さん、ありがとうございます。何々やんって大阪じゃ結構いい、あー読めないんです、ごめんなさい。おむらさん、あんにょん、スポーティーじいさん、あんにょん、こんばんは、ありがとうございます。めっちゃ悩ませる質問してもた、わら、ごめん、いやもう全然大丈夫ですよ。あ、ゆうと先輩ですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ゆうと先輩、ありがとうございます。ありがとうございますじゃないわ。え、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。なんでありがとうございますって言ったんだ。お正月は食べ過ぎちゃうね。あ、もう本当それです。もうあの12月31日から1月1日にかけたらもう本当にやばいです。やばいです。なんか今日お餅作ったんですよ。あの毎年恒例のあのおばあちゃんとかいとことか、そういうなんか全員集まってお餅を作るんですけど、今年もやったんですけど、そう今日やったんですけどね、なんかもう暑くて全然持てないんですけど、でもなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかもなんかめっちゃ暑いお餅も持つんですよ。やばーと思って、なんかいつも心配になるんですけど、でも全然余裕らしいです。おみそかは何時に寝るの、夜更かしするタイプ夜更かしするタイプです。とりあえず12時までは絶対起きてます。身長小さそうね。身長小さいです。151しかないです。ゆらちゃんの ST48 での目標は何？ST48 の目標、今はとりあえず今の段階での目標は、いろんな方に私を知っていただいて好きになってもらうっていうのが今の目標ですね。餅ついたの、あ、なんか機械みたいなやつでなんかゴーってなるやつで やりました。きなこも食べた。食べました、きなこ。めっちゃ美味しかったです。わかる、丸める時めっちゃ熱い。そう、丸める時もめっちゃ熱かったし、なんか何伸ばす時めっちゃ熱くて、ちょっとなんのになんかめっちゃ
すごいなって思います配信終わりも、昨日お餅作った、暑いよね。そう暑いですよね本当にね。え今サスケやってるんですか。えそうなの、サスケやってるんですか。めっちゃ見たい、私サスケ好きなんですよ。なんか面白いで、面白いじゃないですか。なんか好きなんですよ、なんかわあ落ちる落ちないみたいな感じでなんかめっちゃ面白いから好きなんですよね。おばあちゃんかな、合ってますか。おばあちゃんの作るお餅は最高に、あもうおばあちゃんは本当におばあちゃんが作るお餅も美味しいですけど、もちろんだけどもうおばあちゃんが作るご飯も美味しいです。私もうちっちゃい頃からおばあちゃんのご飯をいっぱい食べてるので食べて育ってるのでおばあちゃんのご飯も美味しいです。もち丸めるの暑いよね。昨日やったけど手のひら真っ赤な手をね、本当に暑いですよね。でも私私多分でも2個ぐらいしか作ってないかそうなんか暑くてもう暑くて暑くてって感じで、そうゆらちゃんが作った餅食べたい私なんか餅今日なんか作ったんですけど、なんかあんこが少なすぎって言われましたあんこそれ少ないでしょって言われました。こんばんはつくしさん、こんばんは、ありがとうございます。餅つき機でついあそうそう餅つき機ってなんかゴーってなるやつで、なんかあれ見るの超面白いんです。なんか実は私の名前はシティのメンバー、そうなんですねそうなんですねそうなんだ、すごいめっちゃネーミングセンスいいですね。2期生で一番小さいの身長、いや一番小さくはないと思います、多分。はい、うん小さくないと思います。あんこはこしあんとつぶあんのどちらが好き。私はこしあんが好きですコシアンが好きです。そう皆さんどっちが好きですか。私はコシアンが好きかな。質問に答えてくれてありがとう、応援するよ。ごとくまさんありがとうございます、こちらこそありがとうございます、応援お願いします。空花より小さいかまだ身長、あ空花さんより私小さいんですか。そうなんですね、いや伸びそうにないです伸びそうにないです。餅にはあんこ入れるの、あんこなんか今日初めてなんかあんこが入ったお餅にきな粉をつけて食べたんですよ。めっちゃ甘くて美味しかったです。そうダブルで食べましたゆらちゃんサスケ出れる系、いや全然出れる系じゃないですよ、私あんまり運動神経良くないんでそうなんです。なんかいつもなんか前なんかメイクさんになんかめっちゃなんかスポーツやってそうって言われたんですけど、もう本当に苦手なんですよ。なんかめっちゃなんかやってそうとか言われるんですよ。なんかうつけなんかこうヒューンわかりますか、なんかこうなんかテニスとかあとなんだっけなんだっけあの名前なんだっけ、あそうバドミントンです、バドミントン。そうバドミントンとかそういうの やってそうに見えるって言われたんですけど、そうバドミントンとかテニスやってそうって言われたんですけど、私運動神経全然良くないんですよ本当に良くなくて、本当に良くないです。
うん、同じくコシアンが好きです。おー、いきみさん一緒ですね。もみじまんじゅうはコシアン、そう、もみじまんじゅうめっちゃ好きですよ。私もつぶあんが、つぶあんが好きなんですね。でもつぶあんも美味しいですね。私も今日食べたお餅はつぶあんでした。つぶあん派。うん、でもどっちも美味しいですよね。リスン愛理さんの妹さんのルームから戻ってきました。浩平さんありがとうございます。まだお年玉はもらえそう。うん、もらえると思いますもらえると思います。そう、ソフトボールやってそう。え、本当ですか？ソフトボール？でもソフトボールできる女の子めっちゃすごいなって思う。なんか、うん、私ボール怖いんですよ。なんかドッジボールとかも苦手だから、なんかいつもなんか、え、なんか私あれなんですよねなんか学校でサッカーとかあって、で私いつもなんかボールなんか蹴るの怖いじゃないですか。なんかわかりますか、なんか蹴ってボーンみたいなの来たら怖いから、なんかいつも、え、なんかこれあるあるだと思うんですけど、なんか授業とかでなんかゴールにいるんですよ。ゴールもうゴール行くって言って、3人ぐらいなんかゴールのとこと、そのゴールの周辺みたいなところでなんかやってたんですよね。私のあれところのサッカーのなんか授業は。それでなんか私ゴール行くんですけど、なんかゴールあんまり来ないじゃないですか。だからボール怖いからゴールのところ行って、そしたらボールなんかガチで来る時あるじゃないですか。その時になんかキャーって言って、なんかなんかゴール来てんのに、ゴールキーパーって守らないといけないのになんか逃げちゃったりして、ちょっとなんか本当に「ねえ今食べたじゃろ」って言われごめんねって。なんか怖くないですか？だって私ドッジボールとかなんかガチでやる人いるじゃないか。なんかポンポンポンみたいな感じでめっちゃボール飛ぶやつ。いいから、もう私はずっとなんか外野でいて、それで外野でボール来るじゃないですか。そしたらちゃんとそこは投げるけど絶対中には入りたくない。だって怖くないですか？だって怖いですよ。だってなんか眼鏡かけてる子とかいて、なんかバンって当たっちゃってなんか眼鏡取れちゃったりしてた子とか見たことあるから、もうそういうの見てたら、え、もう危ないからやめた方がいいって思ってる。なんかそう、ボール怖いんですよ。でもバスケットボールとかはめっちゃ楽しい。なんでなんだ、なんか怖い、うん、怖いんですよね。テニスとかも硬くないボールだったら全然いいんですけど、え、怖いんですよ本当に。本当になんか硬いボールが嫌です。なんかバレーボールはめっちゃ授業で超頑張ってなんかガチでやってた。そう、あんこきなこ美味しそう。そう、めっちゃ美味しかったですよ。皆さん今やってみてください。そうめっちゃ硬くなりますよね。すぐ早いんですよね。すぐなんかシワシワ、なんかカチカチみたいな感じになっちゃう。剣道苦
合いそうで、嬉しいです私でも全然できないと思います。初見です、可愛いな、ホッシーさんありがとうございます。ホッシーさん ST48 日研究生の池田ゆらです。池田ちゃんって覚えてください。明日はお年玉もらってハイテンションで、もう私そう、もう12月1月2月にかけてはもうハッピーなんですよ。この期間はもう12月はクリスマスもあるし、1月はお正月とかお年玉もあるし、2月は自分誕生日でプレゼントもらえるからそう、これもハッピーウィーク的な感じで、そう好きです。揚げもみじ、私食べたことないんですよ揚げもみじ。広島人なのに食べたいんです。なんか食べたことなくて、食べたことあるのかな、でも私の記憶にはないです。可愛いですね、浩平さんありがとうございます。茶道、華道習う結構様、嬉しいです、やってみたい。なんか一回授業でなんかやったことあるんですけど、でも私静かにできるかどうか分かんない。だってさ、なんかめっちゃ静かにこうやってやらないといけないので、なんか静かにできるかな俺サッカーしてた、ゆうと先輩はサッカーをしてたんですねむっちゃんさん、私も9度に、もう苦手、私もですよ、一緒です、怖いですよね。なんかもうすっごいなんかあれじゃないですか、ポン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 、なんかもうやばい、ついていけない、逃げ回るタイプ。私もでも中に入らないといけなかったらもうずっとキャーって言って逃げてる。ゆらちゃんの声には癒されてます、来年も元気で、ありがとうございます。もつつさん嬉しいです。怖がってる人のところに行くそうなんですよ、もうなんかなんで来るんですかあれ、なんかキャーって言ってたらなんか投げてくるから、逃げる子から狙うのが強いボールでもないですが公園でけん玉勝負が、私なんかけん玉なんか一時期ハマってた時期あります。なんか上手いか上手いか上手くないかだったら多分上手くないんですけど、でもなんかおばあちゃん家でけん玉やってたでおばあちゃん家からなんかけん玉持って帰っていいって言ってけん玉家でやったりしてました。でなんかお父さんになんかけん玉好きだった時期になんかめっちゃかっこいい感じのけん玉買ってもらったことあります。なんかそう、でもうまいかどうかだったら多分うまくないんですけど、わかんないけど体育はみんなが平等にできる競技が、もうそうです、私走るのも苦手だし、でも何が得意なんだろう、何が得意って、スポーツ得意じゃない、何も、なんか運動神経なんか別に悪そうに見えないっていつも言われるんですよ。結構なんか逆になんかよく見えるみたいな、でも全然よくないんですよね。池田ちゃんなら何でも、いやもうできませんよ全然全然できない、何もできないです、何もなんか勉強も別に全然得意じゃないし、もうだけど皆さん多分分かってくださってると思うんですけど、私漢字がちょっと読めなすぎてちょっとやばーと思って、でスポーツも苦手だからみたいなそう、揚げもみじ広島駅でも食べれるんですか、行ってみよう、ありがとうございます。むっちゃんさん、中高バスケ部、すごいバスケ部、でもバスケ私体育でやるのは好きでした
今日は何時まで配信する？今日は9時まで配信しようと思います。おー、来年けん玉勝負があった、挑戦してみ、私でも多分弱いですよ全然。スポーツけん玉かな、スポーツけん玉、スポーツしながらけん玉やるってこと？走りながらけん玉みたいな感じですか？え、すごくないそれ、ちょっとやってみたい、飛びながらけん玉みたいな。ちょっとちょっと昨日、もう今日ちょっと出すの遅くなっちゃったんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、昨日の配信で、やった、昨日の配信のやつです。はい、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。で、こっちもありがとうございます、ありがとうございます。で、ちょっと待ってくださいね。はい、こちら印南さん1位昨日ありがとうございました。おう、え、あ、大丈夫、ありがとうございました。おう、ありがとうございます、印南さんありがとうございます、皆さん、他の皆さんもありがとうございました、ありがとうございました。食レポ？食レポ？できるかな。私なんか普通のことしか言わな、言えなそう。びっくりした。のんぴーさんありがとうって、こちらこそありがとうございます。エスターさんこんばんは、こんばんは、インナミさんありがとう、こちらこそありがとうございます。タカボンさんありがとう、こちらこそありがとうございます。パチパチって嬉しいです、皆さんありがとうございます。ゆらちゃんの人気大爆発、嬉しいです。もうもっと皆さんに知っていただいて、たくさん頑張ります。わかんない、たくさん頑張ります、何、私も昨日ギフトなんか、もう引かぬないな、そうさん書いてますよ、ちょっと待って、あ、待って、ここにメモってあるの、もういかんないな、そうさんだっけ、ちょっと違うところにメモってあったから、ちょっと待って、今すぐ書きます。すいません、もういかんないな、そうさん、ちょっと待ってくださいね、絶対絶対絶対書きます。
すいません、ちょっとモヒカンのダイナさんだっけ、なんか違うところの紙にメモ、あのなんかメモってて、なんか多分か紙が2枚目いってたんですよ。そうだからその2枚目の方に行っちゃって、ちょっとごめんなさい。じゃあちょっと大きく書きたいと思います。青いや申し訳ないです。もう私こちらこそ本当に本当に申し訳ないです。すいません。本当にいやもうこちらがすいませんって感じ、もう私がすいませんって感じです本当に。ありがとうございます言っていただいて。いただいて本当にありがとうございます。うんうん、優しさあふれてる。いやもう私がもうあの書くの忘れちゃった、あの書いてなかったから。皆さんしばらくお待ちください。もうすいません本当にもうって感じです。うーんごめんなさい。やばい、もう配信があともう少しで終わってしまいますね。今年の配信ラスト配信です。あ今年は皆さんどんな一年でしたか。よし、うんと、よしできた、もう悲観大の操作。あーここちょっと、はい、ありがとうございます。もう悲観大の操作いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よしありがとうございます。本当にもうすいません、もうああ気をつけます本当に。ありがとうございます。いやもう申し訳ない、でも私の方が申し訳ないの。もうモヒカンダイナソーさんもうそんなことないです。全然もう私が書きません。でも絶対次は書き忘れないようにしますので、はい。つけます。来年も応援してます。キリンさんありがとうございます。パチパチって皆さんありがとうございます。ゆらちゃんがどんどん遠くに行ってる気がする。そんなことないですよ全然。ゆらちゃん STU に入ってくれて本当にありがとう。もうこちらこそありがとうございます皆さん。
もう私の配信に2882人の方がもう来てくださってることがもう私も もう自分からしたらもう本当にもうびっくり、もうなんかなんて言うんですか、なんかもう本当にありがたいなって思います。池田ちゃんに見つけてもらった嬉しい1年でした。嬉しいです。私も皆さんとお話できてよかったです。嬉しいです。50カウント終わりました。きびだんごさんありがとうございます。人気は爆発するのは嬉しいが、コメがどんどん読まれなくなっていくのが、でも私もう皆さんのコメントもう一個一個読めるように頑張ってるので、日頃あのでも本当にでもうん全然まだうんあれだけど、皆さんのコメントをね一個一個読んでます。シティフォーティエイト楽しんだ1年でした。あ、池田さん嬉しい。池田ちゃんに出会えて幸せな年でした。って私も本当に皆さんとこなんかまずショールームをするのがもう人生で初めてだったんで、ショールームもあの本当にあのオーディションする前とかはもう正直ショールーム見たこともなくて、なんか赤髪ののっちゃんさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今来れたなほちゃん、ありがとうありがとう。良い年になりますようにって、良い年になりますように。俺のコメントおちゃらけてるので無理に読まなくても、いやもうそんなもういつもありがとうございます。本当に米一郎くんさん、オーディションの時からもう本当にありがとうございます。来年の池田ちゃんも楽しみでした。ありがとうございます。来年もよろしくねって言うと、先輩こちらこそよろしくお願いします。 ST に入ってくれた件で会えてありがとうねって、そう私も ST に入ってなかったら本当に皆さんともこうやってお話できてないので、アイドリーには珍しく本当にピュアな雰囲気はでも私本当になんかまだみんななんかいろんな人よりもなんか全然いろんなことになんて言うんだろう、いろんなことにみんなより詳しくないからもう皆さんにいろいろ今年はたくさん教えてもらいました。もう私8パチパチあの拍手してくださってる8がなんかまだ分かってなくて、分かってないところからスタートだったから、もうなんかいっぱい蜂が今皆さんがパチパチしてくれた時に、これ蜂って何ですかってそう言ってて、なんか何も分かってない、なんかテロップとかもどうやって出すのみたいなとか、もう今でも分からないことはいっぱいあるんですけど、そう私 DD の意味も分からなくて最近知ったんです。本当になんかなんか現代のことが分かんない分かんないから、50カウントも分からなかったよね。そう50カウントとかも最近分かるようになってD
DD には厳しいっていうか、あの私 DD っていう言葉をつい最近知りましたっていう感じですまさに成長していく配信、もうどんどん成長していけるように頑張ります。じゃあちょっと団長の方を読みたいと思います。と13位、 DD あ DD DD さん、 DD 五一さんありがとうございます。12位原田さんありがとうございます。11位えんちゃんさんありがとうございます。10位 N164 さんありがとうございます。9位、タコサクさんありがとうございます。8位ゆきめさんありがとうございます。あ、ここちょっとあのインクがついてるの気にしないでください。7位マスオさんありがとうございます。マスオさんありがとうございます。6位ヨシタルさんありがとうございます。5位タカボンさんありがとうございます。4位マクホンさんありがとうございます。3位インナミさんありがとうございます。2位、モヒカンのダイナソーさんありがとうございます。そして1位はのっぴーさんありがとうございますありがとうございます。皆さんそう今年でも最初からなんかもう本当にもう2019年の後半からですよね、皆さんとこうやってお話しして出したっていうかのも、だから本当に、うん、でもなんかそう毎日配信っていうか毎日こうやって皆さんとお話しできてるので、なんかもう本当になんか結構前からなんか喋ってるよねみたいな感じで思っちゃうんですけど、そうでも実は今年の後半からなんですね そうです。2019年終わりますけど頑張ります。来年も、来年はねもっといろんな方に知っていただけるように頑張ります。あ、3000人の方ありがとうございます。来年もよろしくねって、あ、来年も見守ってきますねって、皆さん来年もよろしくお願いします。ありがとうございます。どんどん知ってもらえると思うよ、頑張ります。ありがとうございます皆さん、本当に嬉しいです。嬉しいです。歌う時間あるよ。あ、何分ですか今、56分ですか。何がある、明日も配信してくれない。明日も配信しますよ。2019年ラスト配信お疲れ様。もうこちらこそ皆さんありがとうございました、来てくださって。マッキーをマイクでまた歌ってねマッキーをマイクでまた歌ってねってあしたは酔ってるかもしれん。わら、皆さん気をつけてください。年末
年始。先輩と早く仲良しなんで、もう先輩方とまだちゃんとお話ししたことがないので、はい、そう、早くなんかいろんなテレビにも出てみたいなって思います。明日も仕事なんですか、慶応さん。頑張ってください。お仕事の方も頑張ってください。明日も仕事の方多いですね。あんまりコメントできないかもだけど、新年最初の、もうロンリーボーイさん、もうケオさんも、もうお仕事ある方頑張ってください。頑張ってください。応援してます。これから友達と神社で年越ししてく、いいな、いいですね。楽しそう。それはそれは超楽しそう。配信ありがとうね。こちらこそ皆さんありがとうございます。本当に待って、ありがとうございました。皆さん皆さん良いお年をお過ごしください。ありがとうございありがとうございました皆さん。もう終わっちゃう。ありがとうございました。ありがとう皆さん。2019年最後、やばい、もういつもパニック、ここやばい。 ありがとうございました。良いお年を、良いお年を、ありがとうございます皆さん。良いお年を。2019年最後の配信ありがとうございました。バイバイ。2020年でも会いましょう。バイバイ。